兵庫県立姫路短期大学は、兵庫県姫路市新在家本の1-1-12に本部を置いていた日本の公立大学である。1950年に設置され、1999年に廃止された。大学の略称は、姫丹。学生募集は1997年度まで。1九9八年度より、姫路工業大学環境人間学部の設置により、 短期大学は学生募集を停止し、1999年3月31日廃止。現在は兵庫県立大学姫路環境人間キャンパスとなっている。学科専攻科別科取得資格について、資格教職課程付属機関大学関係者、歴代学長平成23年度、全国短期大学高等専門学校一覧252ページより、 ABCDEFGHI 出典、全国学校総覧章は41年度版26ページより、ABCD 賞は59年度版40ページより、ABCD1998 年度版61ページより、ちなみに、全国学校総覧によれば118人が在籍していたというデータがある。AB、 教員養成課程認定大学短期大学一覧49ページより、ABCDFGH e 募集は、おおむね1955年度まで。ただし、姫路市街地で単に、短大といえば、姫路短大を意味していた。姫路工業大学、県名女子学院短期大学などの学生と合同で、活動していた。わらべ会という名称で活動していた。 ありがとうございます。